取り組みなし。取り組みこれ。あ、こっちやる。あとこれやってもいいよ。いや、これを。これをね、今考えてるのは、うん、これ長いんだよこれ。絶対長いでしょ、まあまあ、確かにそうですね。長くて、いっぱい葉が混んで、枝が混んでるから。あ、確かにこれのが。こう頭にする。ここ、ね、あ、そうするとこれ短くなる。なるほど。じゃあここで取り木。うん、そう。へえ。取り木ってこういうシャリあっても大丈夫なんですか。え、シャリがあっても大丈夫なんですか。大丈夫。どう作るんだろう、ここから。ここ立ち上がりがもう一直線なんですよね、これね、うん、一応こういうシャリはきちっと作ってたんだけど、うん、全体が長いのこれ、はい、これ伸ばすと思うとこのぐらいになっちゃうからね、うん、全体はもう竹をもっと冷たいと思うんですよ、はい、この辺で取り消して、そしてまだこれでもね枝が多いっつう、この辺のこの辺の枝が多いと思うから、うん、だからこういうのも抜いていける太さの割に、うん、この傘がありすぎ細い細い木でしょこれ、はいはい、細い木の割にこういう葉っぱの傘がありすぎから、うん、ちょっとバランス的にあんまり良くないじゃん、うん、そうですね。で今回やるのはここでこう取り消し、そこで取り消し、シャリのところからもう根出るんですか。出ない、ここは出ない、もうこの片側になっちゃうんだ。そう、ここ片側完全にここしか出ないか からこういう丸幹だったらもう全体にこう形成層があるからね、はいはい、そこから出る可能性あるけど、ここになっちゃうともう削って込んでるから、この位置だけ半分くらいかな、来てとこがこれ。そうですね、ここからこの間半分ですよね、うん、ここから芽を出させ、根っこを出させ、はい、何年ぐらい作ってるんですかこれ。これはね、もう10年以上経つよ。このシャリ連だってもうあの何年もかかってるからね。そうですよね、うん、1回じゃ入んないからこれ。すごい、半分までもう大体半分まで削っちゃってあって、うん、あの水水絡んできてるでしょ、うんうん、巻いてきてる、巻いてきてる、こう簡単に剥けちゃうからなんか気がない。そうですね。だからねじったらもう完全に剥がれちゃう。剥きはしやすい、前はね、もう夏でも構わずやってたから、うん、これハイヤー巻いてね、ギリ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 あの針金かけて、はい、ガーって曲げたり、そういうのやってたからね、みんな枯れちゃった。時期はね、大事ですね。ハイヤー巻いときは大丈夫だと思ってたから、ダメ。やっぱりね、時期にやらないと。これで完全にあの木質まで削り込めたとして、これ形成層が残ってると思う。根っこ出てこないからね、しっかり完全に木質まで出さないと、はい、袋は透明の方が分かりやすいですかね。ポットが一番いいんじゃない、あの黒いやつ。あ、光が、根っこが光、あ、そうか、いらないもんね。そうですね、これだと、ね、根っこが出たのが分かるんだよ、うんうん、ポットじゃバラすわけにいかないけどね、根っこ出すためにはポットみたいな黒いやつの意味で、
ぱく植え替えの時やっぱりこういうシャリがついてると、うん、根っこがあるところって少ないんだよね、はい、だから根っこをあんまり切っちゃうと枯れちゃう可能性なんだよ心拍だから、うん、シャリがあるとここういう生きてるとこしか根っこないから、はいはい、これだって根っこだってそんなにないよこれ、うんうん、こういうとこはもう枯れちゃってないんだ植え替えの時かなり気をつけないと、うん、枯らす確率が多いから、うんで心拍取り木結構しますか？結構あの今年やったいっぱい。ああそうですか。一個にね四つやったってから。へえ。あとイワシではね五個やったから。へえ。こんなでっかいやつ。心拍は成功率は高いですか？高いよ。ああ。だまだ元気ですもんね。根っこ出てきてない。あのモミジをね、うんうん、2月にやったんだけど。あのもう外してみたけど根っこ見えなかった。あなかったですか。なかったんかな。だけど生きてたからそのまま鉢の中入れといたけどね、うん、まだ大丈夫や。僕も4月にやったやつとかちょっとめもう根っこ出てきましたね。出てきてる、うん、ちょっとものによっては今年はねいっぱいやったんだ、うん、また増えちゃうじゃないですか。うん増えちゃうあのお祭りで売るもんはないからね。あ、ここで売ってくださいよ。ここで売るもんかだってないんだよな。あ来月だもんね。来月これ予約しとくか予約先端だけ先端だけね枯れたらごめんなさい。ここついたらねいいですね。ミニ盆栽もう庭いっぱいになってたら増やしたのが多いですか。お家は今小さいのばっかりだからいいけどさ、うん、大きいのがあるからあれもなんとかしなくちゃなのね。水が入るようにして水が当てるようにする、うん、水が抜けるように、はい、これでいいでしょう。なるほど。こんな感じなくなってバランスこれは残る。これもじゃこれもないですよね。これもこれはあこれまで、うん、ここまで。なるほど。いいサイズになりますね。これなくなるとここがちょっとうるさいんだよね。うんうんうん、2つあるから。なるほど。どうするかな。ちょっと奥に傾いて見えますね、うん、これだとちょっとね起こしてあげて、うん、起こしてもいい。なるほど。 いいじゃないですか。このぐらいがいいですね大きさ。これちょっとね高すぎんだこれここまで行くとねちょっと置き場困っちゃうんですよね。そうあいいな。この細さとさこの竹がバランスが良くなるんだよね。でこっちへバタンとか倒れてるからなるほどね。ずっと考えてた。いいじゃないですか、うん、さっきのこれもね、うん、この心拍もあの少し秋までにはこういうふうに芽が固まってくると思う。はいはいはい。そうするとこういう棚がこうきちっとこうできるようになるから針金かけてこうまとめていいだけだ、うんうんうん、はい。じゃあこれまた外すとき、うん、取らせてもらったら、うまく根っこが出たらね。出たらこれと一緒にやりましょうよ、うん、外すとき同じやつやつ、はい。というわけで心拍の取り木でした。ありがとうございました。